かなり本気ですよ、はい、イタリア人の本気を見たって感じですね、はい、でちょっとよいしょ、こんな感じでちょっと見てみましょうか。映りますか、いきくん。はい、はい、で、アウトなんですけど、はい、キャノン端子ついてますね、はい、現場で、とっても重宝するキャノンで、あとはブースアウト別であります、はい、ブースアウトのボリュームも別で設定できますんで、はい、DJ ブースの、別出力で、アウトプットができるということになりますね、はい、で、あとは、これつながっちゃってんだけど RCA のアウト、マスターアウトもあります、はい、だからアウトが3系統あるのか、はい、っていうことになりますね、はい、非常に器用だなという感じで、さらにさらに、はい、ミックスとかを取るのに便利、はい、なんとですねレコードアウトもついてます。はい、映、はい、るかな、ちょっと取っちゃう、ありがとうございます。ほい、はい、レコードアウト、一輝くんのカメラ力が試されます、はい、はい、レコードアウトもついてますということなんで、実は4系統あるんですね、はい、はい、すごい。すごくないですか。真面目っつうか、こう、ほんと好きなんだなって感じするよね、これ。はい、作ってる人。はい。で、インプットに関してはですね、よいしょ。ラインのインプットが1個あります。はい、で、ターンテーブルでもできるように、フォノですね、のインプットもあります。でセラートインプットって書いてありますけど、もう最初に言っちゃいましょうか、これ、はい、ターンテーブルでやりたい人は、ここにターンテーブル、はい、CDJ でやりたい人はここに CDJ、はい、ラインにして CDJ ですね、はい、で、ゴニョゴニョができるということですね、はい、であとはアースですね、はい、で、そのお隣に来まして、これに関してはですね、まあ2チャンネル、右のチャンネル、左のチャンネルとついていて、で、これがゴニョゴニョですね、2PC と書いてありますね、はい、はい、アナログレコードの PC に関係あるんでしょうかということですけどね、はい、で、あとは USB のハブが2個ついているということです、はい、はい、いう仕様になっているということです。まあ、もったいぶってもしょうがないんで、はい、行っちゃいましょうか、はい、そろそろね、そうですね、はい、いうことで、じゃあ荒川くん、はい、発表お願いします。はい、こちらのデュオは USB でパソコンとつないでもらうと、セラート DJ がで、DVS レコードを使っての、DVS で DJ ができちゃうと。インターフェースが内蔵されてるので、別で買う必要がないというミキサーです。これすごいいいんですよ。接続の転換とかも一切いらなくなりますので、中に入っちゃってる。なんでこれだけか、このセットを例えば買ってもらって、パソコンがあればすぐにレコードを使った、DVS っていうPCDJ ができますという。本当にできるんですか。やってみましょうか、じゃあ。はい、はい、わかりました。じゃあ、陽介さんにパソコンを持ってきます。はい、で僕レコード、コントロールファインダルを。そんな、うまい話あるんですか。ちょっと、世の中に。そうですね、ちょっとそこまで言われるとちょっと不安になってきちゃうんですけど、これ陽介さんにね、パソコン壊れちゃって買ったんですけど、生きって17インチのノートパソコン買ったのが、重いはでかいわでね、ほんとね、えらいことになってます。もう各所に迷惑をかけまくってるっていう。はい、こんな感じで、はい、はい、いうことです。コントロールバイナルない。コントロールバイナル、コントロールバイナルありますよ、ここに。はい、結構潰れちゃいます。引っ張ってもしょうがない、はい、はい、いうことでございます。あ、で、大事なことは、あ、で、Z2 とかはさ、あれ入ってるよね。コントロールバイナルセットでね。入ってます。はい、そう、ね、これは入ってない。うん、で、これ入ってないんで、はい、そんな甘やかさないですよ。イタリア人は。はい。いうことで、入ってませんので。ただ、いっぱい今色が、いろんな色が出てるので、うん。選ぶ、もう好きなの買ってくださいということですね。はい。これはこういうクリア
なんかトイレのね、なんかこう、ブルーレット、置くだけで、ブルーレット置くだけ、置くだけ、はい、いうことでちょっと掃除しましょう、はい、ですね、はい、こういう風で、コントロールバイナル買ってください、はい、セラートは買う必要はないです、はい、なぜならばこれはセラート社にですね、あのかの有名なニュージーランドに本社がある、はい、あの DJC に、まあいいや、中心的存在のですね、セラート社に、認められたミキサーなので、はい、これは、なんとセラートが無料で使えます、はい、セラートを入れて、ドライバーを入れてください、あ、Windows の人は、Mac の人はそのまま動きます、これで、これをですね、つなぐだけで動くらしい。よということですね、はい、はい、本当はですよ、あのセラートスクラッチライブみたいな、はい、こういうお弁当的な箱がいりますよね、はい、あれ鬱陶しいんですよね、配線が。そうなん、夢に出てくるもんね出てこないですか出てこない、はい、出てこないですこれ皆さんじゃあ行きますよ、これ今これでこういう画面になってます。これがですねちゃんと通じればボコって変わりますからね、はい、はい、行きますよ、本当に動くんでしょうか。はい、刺しましたよ、洋介さんに。はい。ということで、はい。ほら。素晴らしい。ミキサーズ万歳。万歳ですね。ということで、すごいでしょ。うん、はい、うん。なんかね、俺最近顔に出るらしいよ。本当にこの機材いいと思ってるかどうかっていうの見ればすぐわかりますよ、洋介さんって。そんなことないと思うんだけどな。そんな仕事にムラがあるとは思えないですからねはい、まあいいや、はい、それでですね、これが普通だってさ、はい、レコードの人もいるじゃん、はい、だからこれでスーパーシールでですよ、はい、スクラッチをやったりだとかして、はい、これでこうやってやってこうやってレコードをいじりますよね。で次にパッと DVS にしたい、またレコードに戻りたいっていうのがですね、はい、なんとここのさっきの、ここですね、セラートって書いてあります。はい、またピント合わせが入った。いいですか。はい、はい、セラートって書いてます。これをこうやってやるとちょっと、じゃあ私これ下にやりますんで、一輝くんこの画面見ててください。今スルーっていうのがこれレコードの証ですよ。はい、えい、ほら、これでセラートモードですよ。はい、はい、いまいち知らない人は感動はないと思うんですけどねはい、そんな感じでパッとセラートでできる。これもうめちゃくちゃすごいことです。もうこれ1本ですからね、うん、はい、これ知ってる人だったら分かるけど。そうですね、はい、本当だったらここでスルーをこう選んで、うん、まあショートカットでもできますけど、うん、っていうのが必要ですけど、これは、うん、ここで切り替えができるという感じですね、はい、はい、いう風です。